これとか前がどう、バブル可愛いの、めっちゃ可愛い。これだいぶおしゃれちゃう、ここにいて。あ、俺いかっけえかもって思ったわ。マイカです。タルくんです。チャプラタくんです。チャプン。関西のお出かけスポットを伝える関西イコイコチャンネル、皆さんに関西にイコイコと思ってもらえるような情報をお届けするので、あのお楽しみに。今回は阪急大阪梅田から徒歩3分、ステップ5の3階にある RNA メディアさんに来てます。僕らむっちゃ梅田来るんで、特にこのヘップ5もむっちゃ来るよな。うん、もうちょっと前も来たとこちゃん、マジで来たところな。あその辺で買い物ここもちょっとちらっと言ったやろ。うん、言ったやろ、ちらっとやろ。このお店は今年の9月にオープンしたらしい。そう、むっちゃファッショナブルちゃう、うん、これな、あんま着ない感じの。そうやな、雰囲気はちょっとちゃうかもせんけど、新しい系統チャレンジ、うんうん、いや系統チャレンジするの好きやん。めっちゃ好き。いろいろと、うん、系統決めないタイプや。前系統決めないタイプよ自由な発想を着るスタイルやから、うん、これ絶対似合うの。似合うから。そうやな、うん、関西のお出かけスポットをいっぱい紹介しようと思いますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いしますということで、大阪梅田に行こう行こう。ほな早速中見ていこう。見ていこうか。見ていきましょう。これ可愛いな。これいきなり可愛いの発見。うん、あ、これ流行りのこっち系な。で、俺ボーダー家にいっぱいあるからな。そうやな、最近ボーダーばっかり買ってる。そう、俺最近じゃ可愛いからボーダーいっぱい買っちゃうね。え、これいいんちゃう。確かにカーディガン、なんかキラキラ入ってるの。これとか前がどう、バブル可愛いの。あ、マジであんま着いへんこれ。あの、あんま着インサイドの可愛、うん、いの。お、似合う似合う似合う。めっちゃいいな。タルクも入りそう。そうやな、うん、タルクも入りやん、うん、俺いつもレディースとかも全然気にせず着るタイプやもんな俺ら、うん、これエグいわ。後ろもけどなんか光沢系やな。そうやな、はあ、これでさ、うん、あのクリスマスとかいったらどう。あ、赤でクリスマスコーデ確かに可愛いな。これありちゃう。しかもなんかシンプル赤じゃなしにさ、うん、こういうのが入ってるやん、うん、だからちょっとおしゃれ残しつつクリスマスも楽しめるみたいな。かわいいな、うん、これもありやな。すいません、はい、なんか、はい、最近のなんかトレンドとかってあります。おすすめとか、トレンドというかおすすめみたいな。おすすめですか。一番前に着せてるチェックのジャケット。チェック、はい、これは結構人気です。うーん、これでちょっとあれですか、ニット帽かぶってみたいな。あ、そうですね、そんなのもかわいいと思います。俺が合わせてみてもいいんですか。あ、もちろんです、もちろんいいですか、はい、ちょっとちっちゃいです。あ、ちょっとちっちゃい。ちょっと俺ちっちゃいけど、おそろしてみるとか。おそろする？これで？こうやって。結構大きい。大きいですね。うん、はい、全然男性の方も肩幅とかは大丈夫です。いけそう。まあいけそうよね。だって前回にしたら逆に大きく感じるぐらいもんな。うん、な、オーバーサイズ。女の子がオーバーサイズして可愛く着れるようにしてるんですけど。あ、なるほどなるほど。デザイナーもなんか男の子にも着てほしいっていう。あ、そうなんや、はい、あ、それではちょっと安心して着れる安心して着るそうやなこれじゃあ後で試着します。あと今このオーバーオールが、はいはい、わー、いい、かわいい。ちょっと凝ったオーバーオールの、あ、これかわいい。この中のニットもちょっと人気ではある。このキルティングにハットいいんじゃん、マイカ探してたやん。探してる。あ、いいやん、めっちゃなんかストリートっぽい。ちょっと待って、ストリート系ちょっと待ってな、前か白凍ってたやん、うん、最近こっちは確かに持ってないな、この色。あ、これもいいやん、白黒のハット多いから、うん、こっち系で攻めるのもありじゃん。かわいい。うわ、ええー、の見っけてもうたで、前か俺これ。え、ベレー帽、かわいい。ベレー帽めっちゃかわいい。これだいぶおしゃれちゃう。あ、これいけてる。これいけてるません。これめっちゃいいと思う。めっちゃでも目立つくない。あ、目立つは目立つよ。目立つけど可愛い、着こなしてる。うん、いいの。あ、これマジちょっと俺好きかも。タルクもかぶってみて。あ、俺もかぶってみていい。はい、バカにするつもり俺にかぶらせて似合ってないやんっていうのをやるつもり。あ、めっちゃ似合うやん。めっちゃ似合ってる。わかるわ、お世辞ってわかるわ。これとかはそれはるくんめっちゃ似合いそうじゃん。全部全部やん。
あ、これあ、ちょっと待って、先から更新されていくわ。これおそろしたらもうインスタ投稿して可愛いやん。可愛い。これも前か後で試着してほしいわ。え、着てみたい。こういうこういうのあんま着ひんやけど、俺着てほしい部類の一つやからこれ試着していきます。イエーイ。じゃあ、ほんまにいいわ。ごめん、俺さっきチラッと見えてたけど、ほんまに良かったわ。むっちゃいい、似合ってるわ。かわいいな。え、かわいい、かわいい、かわいい。どう？回るスピード早い。早い。もうちょっとゆっくり回った方がいい。テレビとかのやつはもうちょいゆっくりのイメージ。あ、それベストちゃう。それ別々？別売り？これで別々ですか？セットですか？あ、一緒に売ってて別々ですが、あ、これだけでも全然そういうことか。釣り、そういうの好きよ、俺ら関西人はみんな好き。3ウェイ、4ウェイ、ウェイ多い方が買うから。で、あとはね、もう一個のやつも行こう。あれ、今日、うん、あの、おそろできるやつ。タルクも早く着たいもんな。あ、俺も早く着たいから。チェチェチェーン。いいんちょ、いいかも。タルクめっちゃさ似合ってんだ。ぴったりちゃう、タルクのサイズ感のうん、いい感じ。俺鏡見て、あ、俺いい、かっけえかもって思った。実のところどうですかこれ。けど梅田とかもめっちゃ目立つよ。存在感ガーンやから2人やったら。これやっぱカップルで合わせるのええな。うん、おそろ、おそろ、俺ペアルック大好きやから。肌触りとかも触らな分からないんで、皆さんもぜひ一回来て買ってみたらどうですか。せっかく来たし買っちゃう。なんかおそろすんのやった。さっきのあの帽子、あれ、あのフライト、うん、そうやな、あれやな、見ようか。タルクめっちゃさ、うん、俺ちょっと気に入ってるから。前からそれ待ってたし。どの色にするかやで。これこの色似合ってたけど、いつも前からおそろとかしたら黒人気になるやん。そうやね。黒取り合いになるから黒買った方がいいかな。結局な、黒が一番いろんなやつに合うしな。さあ、かぶってみて。黒もいいな。黒もやない。黒とカーキにしてみる。黒カーキでいいかい。あ、こっちもいいな、うん、これとこれが無難や な、 じゃあ、これとこれな、無難でいこうか。じゃあそうしよう。これとこれ、ね、これとこれを買うことにします。いつもよりちょっと緊張してる。緊張しがちな字や。やめてよ。よ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。これから梅田来るとき見に来る。毎回毎回見よう。ほんで、あの、外されててもいいよ。これなくなってますよ。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもこのシールぜひ見に来てください。そのついに服もね、見に来てください。そのついでない。こっちがメイン。こっちがメインで。ありがとうございました。ありがとうございました。買いました。良かったな、買えて。めっちゃ良かったな。めっちゃ可愛い。何個か他にもちょっと買いたいのあったけど、うん、まあ、予算的にな、今日は我慢して、また買いに行こうぜ。また来よう。また来よう、また来よう、うん、すぐ。次はあのでっかいツリー、うん、あれもう俺らも見たことあるけど、もう一回見に行こう。あれ見に行こう。見に行こう。釣り行く途中で、夕方は大行列ができるらしいフォトスポットに、今待ち時間ゼロで行けるらしいんで、写真撮っていきたいと思います。クリスマス限定の映えスポットなので、皆さんもぜひここで写真撮ってみてください。このポーズで。ヘップファイブ前に来ました。イエーイ。もう早速な、さっき買ったこの早速帽子もつけてた。あったかいな。めっちゃあったかい。そう、もう防寒性もあっていいわ、うん、ほんでもうみんな絶対気になってるこのツリー。めっちゃでかい。すごいな。あ、都会に梅田で一番でかい。そう、そうそう、梅田で一番でかいツリー、うん、多分生で見る方が大きさ感じる、うん、なんか写真でちょっと予習とかなんか見たことあってんだ。予習っていう、見たことあったけど生で見る方がでかいな。のめっちゃでかい。ヘップファイブの前にあるツリーなんですけど、もう人が多い。ほんまに。もう大行列写真の。これも撮っとこう。これも一緒に撮っとこう。これも撮ろう。この遠距離やけど、逆に全体が写って。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。タイチーズ。今回はヘップファイブさんに行ってきました。行ってきました。もうよう来るとこで、うん、ほんまにめっちゃ来るよな。ほんまにめっちゃ来る。もう大好きな場所やな。うん。で、案の定今日もしっかり楽しかったです。
でな、今イルミネーションとか中のフォトスポットとかもあって、うん、そう充実、めっちゃ楽しめたな。めっちゃ楽しめた、はい、なんかあのテーマパーク来た気分やわ一日この次の動画でも関西に行こう行こうと思ってもらえるようなお出かけスポットを紹介しますので、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは大阪梅田に行こう行こう。